お疲れちゃんです。ラットです。そしてめちゃー焼き鳥です。そしてお疲れちゃんです。ダニーです。よいしょー。ということでね、今日ははい、オズニキはもう寝ちゃったんでね、オズニキともあと石つぶてはね、もうお休みってことでスマホ持ったまま倒れてるそう、オズニキね、なんかバトル中に多分寝ちゃったのかな寝落ち、うん、そう、まあもう今ね午前ちょっと3時ぐらいなんでね、はい、そうしゃあないってことでね、まあ動画撮ってくるんですけども、まだ6級ね、そう到達しました。てか到達してて、うん、沼って66ぐらいまで落ちて、結構落ちたで、そうまた戻った。だからまあ6級のね、はい、動画、まあ、リプレイね撮ろうかなっていうところで、はい、さあ今回使ってるデッキはですね、こちらのまあ老翼デッキなんですけど、好きやね老翼まあ強いからねで老翼デッキなんですけど、今回注目してほしいのがこのアイスウィザードが入ってるっていうので、最近何のデッキにも入っとらんアイスウィザード。まあそんなん言うと、うん、まあ言うてやね、言うてまあ多いね、使用率高くて、もともとがメガゴとかコウモリとかだったんですよ。ああなるほど。けどなんかその上でこの今グローバル1位のこのノバアイルーベン、うん、この人がこのデッキ使っててなんか強そうと思ってパクったんですよ、うん、僕もともとここがメガゴでアウトローを使ってたんですけど、うん、なんかそれで落ちたから、そうパクったパクったらそのマルチでねトラが上がったっていうので、そうリプレイ解説していくんですけど、それで戻ってきた。そうこれでアウトロー型でずっとやってて沼って、うん、まあ、ちょっと落ちて、ほらここら辺だね、67のね行って、で、あそこばかりを変えたくなる気持ちは、そうでもうこれからゴレとか使ってもうボコボコにされて、うん、見つけた、パクった、パクってからのからのはいで、まあ、一回挟んでよいしょ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 って感じで、そうでね、こここれちなみにグロ1位とミラー対決して、これマジでボコボコにしかった。これを後でね見せたい。いや、それは見すごくね。まだ取っとくん。いや、あー初っ端行く？初っ端見たいとこ、うん、それ。そうしようか。はい、ということでミラー対決です。はいはいはい。まあ、ミラー対決ってね、うん、難しいよね。お前やんって、そう当たった瞬間にね、うん、俺のデ、俺デッキ爆裂やと思って。待ってミラーやん思ってから、そう、はい、ミラー対決なんかしたことないよね。このアイスイス型で。そんなの見ないもんね。そう。いやまあ今マルチだとやっぱロイジャイとかペッカとか。多いからね、それに対してアイスイズがいいのかね、うん、確かに。でこれにアイスイズ入れようとよく思うよねそれな、まあそうロイフグが勝手に攻撃してくれるから守り固くしようみたいな、そう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 、攻めはねロイフグだけで十分だから、うん、でこのマジャージは正直美味しいんだよね、これは普通にポイズン打つか、そう、まあ、でこれでこれもう墓石なかったから釣れなかったんだけど、まあ、ゴーストプラスのロリボーがね、いや強いな、そうめっちゃ押せるよ、でこれも勝手にカウンターになると。そう、ロリフ飛ばしたけどもコストないからね、一回待ってあげて。でここでコストを抑えて、お、めっちゃ使うやんと。そう。でもまあ言うてやな、俺めもっとアド取れてると思ってた。からここで多分攻めるよね。うん、でボス来るからマジアチ出してみたいなしたら、まあゴーストもあったと。で、はい、普通に抑えられ。全然入らない。ただいいじゃん。いやここ確かに痛いね。そう痛くて、せっかく取った後外金ね回収されたんですけど。でさらにここも止めなきゃいけないからね、めんどくさいと。ふう疲れた、何度かいたさっき銭湯行ってきたからな、そうあれですよね、今日はあのどうもこれ動画撮ってるのは前日の夜なんで、うん、とそうですね、今ちょうど日本台湾に行く前日の日で、そうだね、もう明日から台湾で、そうで夜は僕とか焼き鳥とかまだね、やっぱりみんな朝が苦手なんですよ。朝起きれないんですよ、本当に。朝起きれない舞台の集まりなんで、ファブって。本当みんなやばいよね。そう、みんな朝起きれないから、みんなで泊まろうっていうので、今、オズニキンチに来てるんですけど。誰かしら起きるから、そう。こんだけいれば。そう。っていうのでね、そう、オズニキンチ泊まってて、ちょうど温泉行ってきたところやな。うん。裸の付き合いをしてまいりましたね。そうやな。なんか深まったわな。じゃあ、面白くないからね。はい、眠いからキレがないわ、はい、まあ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 今日大事なのは試合だから、そうやなこれ大事だから、お、いつの間にやら、そうこの墓石プラスアイスイズがね思った以上にロイフグを守れる、もう完封まであれね、でそうお互いにポイズンだからめっちゃかかるよ、ロイフグ固めてよくて、ここの攻めポイズンがもう完璧、4つ巻き込んで、そうでもここまでは言うてちょっとぐらいしかダメージ取れてないんだけどね、まあ確かに、でもそうね結構さられてるんや、相手のロイフグがこれ
防衛しやすいのは墓石で全部釣ってからのこの逆サイアイスイズで、でこの牢獄ね、もう今の瞬間に相手が攻めポイズン打ってたらもう、ああなるほどな、ね、指名で今そう打たせてからのっていう、で今の僕の牢獄出すタイミングめちゃくちゃ早いんですよね。もう完全守った瞬間に相手お前攻めポイ来いっていう、ああなるほどな、まあ、そういうタイミング割と大事やな、そう相手が攻めポイしてくるなっていうタイミングで飛ばしたんですけど、うん、まあ、してこなかったですけど、言うてダメージ入りましたね。結構入ったね。そう。でもこれで勝ち確みたいな。もうこれもね、しっかり守って。そう。で、これ、アイスイズと、マジアチェとハンターっていう、なんか、とロイホグっていう、このファイボー枯渇が4種類あるっていうデッキやね。うん。アイスイズにもマジアチェにも、ロイホグにもハンターにもファイボーとかポイズンしちゃいみたいな。そうやね。で、最近さらに、あれよな、ファイボー入ってるデッキみたいなのあんま見ないみたいな。そう。なんかポイズンがね、多いんだね。よいしょ、でこれでもよいしょ、んここでゴリラ、これでも結構入るよね。そう、これで勝ち確みたいなで、相手ラストワンチャンをかけてくるんだけど、これはまあ無理だよね。無理だね。はい、グッドゲーム。ロリバが強いよな、あんな気づくか。そう、ストップ、よいしょ。でこれはもうね、ポイズン打って、まあ、最後頑張ってマジアチはやってるけども、いや美味しいですね。これでこれで43かな。 43? そう、めっちゃすんやんけ。なんか申し訳ないけどな。だって今のグロ1位にミラー対決でここまで余裕に勝ったから、まあ、実質グロ1位みたいな。あ、そうやね。このデッキの特権はもらったな。うん、それ特権だ。それな、この人が開発した多分これラットデッキになった。作ったけど、そう、もう俺が作ったみたいな。すぐ奪おうとする。いや、他は何を見るかよね。何がいい、何がある。 JPP 枯渇、遅延クロス、シュン君のロイジャイ、うん、ペッカークロスのファイブオファイスピー、そんなんいるんや。ロイジャイに負けてペッカロイホグゴレで三死。おすすめは、おすすめ、さらしたくないけどプロ対決みたいな。ああ、まあ確かに見たい感じはあるから。でもな、この前もあれなんですよね、本当に。多分一昨日ぐらいの動画もシュン君と KK とかで当たってて、マジでゲームリーズ系とめちゃくちゃ当たるんですよね。どれにする。はい、みんなやってるからね。うん、ドラ上げ早くして。あと2本あと2本じゃあとりあえずシュン君でいいや、見たいな、はい、そうで、ロイジャイのシュン君はファイボー型ですね。割としんどそうよな、見た感じ。パッと見、まあロイホグがね結構通らないんだよね、ファイボー防衛されると。うん、ファイブボーイされても200ぐらい入るから。あー、そっか、確かにそこがまあロイホグの強みみたいなとこあるよ。そうだよね、お化け、お化け強い強い。はい、はい、でこれね、よいしょ、まあ、あ、まあこのコースはどっちのサイドでもいいんですよね。多分逆サイの方が良かったですよね。ここでなんか陸受け出されて普通にインドラで処理されるから、こんな感じで。そうだね。ではまあインドラがこっち来てたから美味しいって感じだね。タワー入ってんだね。そこはまあ美味しい。でこれすることないから、でもロイグ飛ばすよね。逆でそう。でこれ別にファイブ打ってくれてどうぞっていう感じ。でこれで、でもこのファイブで打たれてもったいなくねって思うんですけど、別にそしたらハンターとマジアチャが今回生きるんですよね。でマジアチャ生きることによって、また相手はマジアチャがそうしんどい。そうだね。サイクルが崩れるからね。でなると、今度は逆にそれがねいいようになってくるから。うん、まあ、初っ端は別にロイホグ固めていいかなっていうのありますね。相手もしファイボとかなくて、うん、ユニットとかで受けないといけないってなったら、もうそれで一気にダメージ入ってるもあるんでね。確かに。よいしょ。これは、これは。ね、めっちゃ眠くなってきたね、今。いいよ、別に一人でもやっていけるよ。じゃあ、おやすみ。うん、バイバーイ。バイバイちゃう。で、これは多分ちょっと早めにロイホグかな。ファイボで巻き込まれないように。これね、マジアチャとロイホグをね、そうそうそう、あれ調子乗って巻き込もうとするとそうもう全両方生きちゃうみたいなことがあるから、すべて失うやつな、すべてを失うファイボーすべてを失う、マジで欲張ってすべてを失うやつ。そうロイホグとそのちょっと後ろにいるやつを一緒にファイブズのめちゃくちゃむずい。だからまあいう感じでわざとまあ誘いみたいなとこもあるな、ね、あれはね、ファイボーどうぞっていう。そうそうそう、いつの間にか意外と削れる。これでも言うてなんかね、落ち着いてた。そう、これでもね、インドラとベビドラとメガゴじゃしないの。向こうとしてもハンターがいて攻めづらいから、あれかな。そう、ディガー削り。で、これディガーファイブでアイスイズ処理してきたね。でも、ファイブ使ったからマジアチ生きる、ハンター生きる、ロイフグ生きるのパーティー。やばいな。それ言うよな、本当に。パーティーピッ
うん、はい。ってことで、ここのマジアチをしっかり延命していきますね。で、こういうところのベビドラとかメガゴをしっかりハンターで処理するんですけど、ここうまいですね。もう読まれてたね。そう、ここに俺がハンターとかなんかアイス出すっていうの分かっててのインドラ。で、ここをファブってくるんですけど、まあ、これによって2周目マジアチャですね。お互い端前対決ですね。端前からのどれだけ延命ができるかっていう戦いで、うん、ここのハンター、よいしょ割り込み、マジアチャ延命。これ大事いい、ね。で、相手はもうファイブないから、ないからというかコストがこれ。もうカツカツだから。で、ここで、もうカツカツだから、そう。ってことはマジアチャを延命できるんじゃねえの、はいはい、よいしょまだ行かしていくと、これで苦しい。さらに2周目が回ってくると。そう。でもここは多分落ち着くんだよね。あ、一旦落ち着く。うん、落ち着くんかった。落ち着くんやん。バンバン延命してくやんけ。すぐ延命したがるからな。ほんとすぐ延命。ね。で、これで多分また始め。あ、いや、あ、1個ちょっと後ろ。ちょっとね、一旦落ち着いてからのハンター処理かな。ハンターでロイジェ当ててからの、で、ここで5打ってからロイフグ。あ、それはいいタイミング。そう、すぐロイフグ。で、ポイズン。それやっぱり。よいしょ。攻めて、そうですね。で、これベビドラも消えたか。そう。で、ハンターがもうフチって、よいしょー！やば。グッドゲーム。せえな。そう。もうなんかね。一回サイクル持ち込んじゃえばもう無双タイム。そう。そう。だから、しょっぱなにロイフグを固め出しして5打つのが大事みたいな。あるね。うん、あの、これね、ペッカグラスにするか。ファイスピ入ってんだ。そう。結構ロイフグ使ってる方は分かるかもしれないですけど、ファイスピがね、うん、めんどくせえな、あれマジで。あれだけでほぼ完璧できるかな。マジ焼き鳥並みにめんどくさい。ああああ、それはそう、大してめんどくさくねえな。ん、うん、ねえ、もう焼き鳥なんか最近つまんねえマジでその悩み、なんか俺が悩んでしまう。何を悩むの。焼き鳥がおもんない。これちょっとあの今のファイスピをマジアチャで受けるっていう新技。あ、そうな。新技。それで、大して。いや、ゴーストで受けるのが正解なんだけど、うん、普通に考えて。なかった。ちょっと、いや、あったよ。あったん、うん、何やっとるの。なんか、ちょっと遅れた、遅れた、出すのが遅れて、やばい、やばいってなって、ゴーストだとファイスピ入るってなって、マジアチャで受けた。新技すぎるわ、それ。そう。いやー、なんかファイスピと、あクロス、あー、つらい。やば、最初めっちゃ入ってんの。相手ももう相手も勝ったみたいな。勝ちのもうこれもう煽ってきた本当に本当にざまみろってな、煽ってきやがって口悪いあーやばいやっとすぐ本性出すからな、本当に。よいしょ、よいしょ、よいしょ。クロスとしてもあれよな、ロリババがだるいみたいな。そうだから、まあロリババはクロスに取っておきたいね。でここはもうクロス、うん、出してくるんじゃねー。読みマジアチャを置かないな。置かなかったわ。置かない。まだ一旦落ち着いてと。一、うん、回一旦墓石と、まあ、ポイズンで防衛かな。そうだね。ポイズン防衛で割と持っていけるから、ね。そう。でこれはちょっと明確がね、ちょっとお邪魔虫だったんで、このタワーは巻き込まない。で相手ここうまいですね。あんまり防衛しない。けどこれはちょっと相手があれ？おや？あのフィババタギミス。ああ。クリスファイスピ使っちゃったと。やっちゃったこれはやっちゃうよ。やっちゃったね。やっちゃったね、うん、よいしょ。はいはい。でここもね、ロイフ飛ばすよね。そうだね、もうファイスピないから、ファイバルンかいみたいなねファイスピ使ったのにクロスオブにファイバルンかいで、まあクロスだからファイブだと思ってたけどね。まあね、確かに。あー、で俺の端前マジアちゃんもすぐ焦ってますからな。オワコンやばい。辛い。でも全てをひっくり返すロリババ。これ強いね。ニコスでもうほとんどやって、で絶対タギを取るという性能な。これ頑張って耐えます。頑張って耐えます。いやーやばい。よいしょ。でもジャンプでターゲットが、あーからのバーバリーが入る。よいしょーって。遅いけどこのロイフグも入るみたいなね。あ、ほんとだ。でここはまあもう削れてるからポイズン防衛をする。やばい、ターゲットがないよーって。あー、やばいこれやばいね。でここでやっとペッカ登場。いやお前いるんて。そうで、ここがだるい。これ意外とこれね、どう受けようかなーで今考えて墓石。結局墓石早めに出しとけと考えて、いや考える相手もね、ロリババあるから。すぐ焦って出すな、マジアチャ。ちょっとね、端前マジアチャ。でも言うてきなさいと。で、メガが溶けるみたいな、溶けなかったけど。溶けてね。で、これ、ロリババはロイフグで、おいしい。もう外したと。いや、バーバリアに行った。ああ、なるほど。で、からの、こっちのペースが急にできたみたいなね。そうやな、確かに。そう。で、ここマジアチャ狙っていきたいけども。あの、待って、墓石が強かった。
ああなるほど。そうペイカン結局あれが良かった。そうあれが良かった。あのアイスレッドの遅延してる間にどうする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 考えてからの。よいしょ。でもここでクロス読みポイズンしたんですけど。やった。でここでここマジャチャが入っていく。ああよいしょ。ちょっと足りないと。ちょっと足りないけどもこれはもう回す。確かにもう回るから、ね。もうこれもう焼きクソ。とりあえず出しとけやしとけゲーミング。とりあえず大ゲだけ取ってと。はい終わりって感じだね。お前でも驚いてるね。音ってなんかしょっぱなおったけどごめんなさいって余ったらね。はい。そうマジでそんな感じでロイフがね。強いな。流れに乗るとね何にも勝てちゃうの。一回サイクルを作ってそうそこから通していくと。そうだからね7000位行きたいな行きたいな。しかも今ちょうどあれなんですよ自己最多更新したんですよこれで。おややるやん。そう最多ゾロ68だったんですけど僕69行ってあと4勝ぐらいすればそう7000やで行くしかないんじゃない。そうってことでね、まあ、7000動画明日出したいと思います。行ったな行ったな。はいと、ね、いうところで本日はね、うん、終わりかな。終わりやな。もう眠い。お疲れちゃんでーす。そんな終わり方そんな終わり方バイバーイ。バイバーイ。これで終わるの、まあ、焼き鳥のねチャンネルも一応貼っとくんで皆さんぜひあのチャンネル登録お願いします。ってことでね本日はいコラボはいダニパイさんありがとうございました。ってことで、バイ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 。